皆さんこんにちは、エジくんです。さあ今日はですね、今話題のこちらのコミック読んだんですけれども、はい、こちらでございます。約束のネバーランドでございます。いや、話題になってからちょっと僕遅れて読んだんですけれどもね、もう読んだ感想としてはもうズブった。ほんともうズブ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 ってハマっちゃって、もうなんかすでに抱きたい子が何人かいるみたいな、ほんとそういう状況に包まれております。で、今日ですね、そのハマったキャラクターについて語っていきたいと思うんですけれども、まずね、このメインキャラクターがおりまして、こちらがエマちゃん、こちらがノーマン君、こちらがレイ君でございますね。で、この子たちね、もうね、小さい男の子と女の子なんですよ。で、僕の他の動画見た方ならわかると思うんですけど、いろいろなね、男キャラ抱いてきてるんですけども、まさかエイジ君、小さい男の子の前で手出さないよねって思われてると思うんですけれども、ちょっともう、やめてくださいよ。そんなことあります？いや、なんという、僕ね、昔ね、もう、ショタ王国出身の王子様なので、ちょっとよくわかんないんですけれども、まあ、単刀直入に言うと、可愛い男の子大好きなんですね。あ、ちなみに僕が一番最初に手を出した小さい男の子は、このピエネンジェルの丹羽大輔くんです。もうめちゃくちゃ可愛かった。僕をね、男にしてくれた、もう丹羽大輔くん、ほんと圧倒的感謝。で、まあね、レイくんとノーマンくんにちょっと手出したいなと思って、ちょっといろいろ調べたんですよね。なんか方法ないかなと思って。そしたらこちら見つけちゃいました。キラ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 。はい、なんとね、この3人のフィギュアが出てたんですね。おじさん見つけちゃった。で、これはですね、今年の7月から9月に発売してたゲームセンターの景品になっておりまして、あ、こちらね、残念ながら食べれないんですよ。あ、知ってるか。で、まだ開けてないのでね、今開けて手出していきたいと思います。じゃあまず主人公的存在のエマちゃんから開けていきたいと思います。まあ、エマちゃんはね、まあ、マブだからあんま手出さないように、しますね。はい、もちろんのこと。うん。あ、こんな感じで入ってるんだ、ちょっと。こんな感じでね、台座とフィギュアは別々に入ってますね。はい、で、フィギュアこちらでございます。キラ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 。え、普通に出来良くないですか？めちゃくちゃ可愛いんですけれども、これ。ウサちゃんもついて、すっごいなんか、可愛い、これ普通に出来いい。で、椅子に座らせるとこんな感じです。え、めちゃくちゃ可愛い。これ3人ね、椅子並べれるんですよ。可愛い。じゃあ他の2人のお友達もおじさん開けちゃおうかな。はい、じゃあまず最初はノーマン君開けたいと思います。見てください、これ。こんななんか子供なのにこんな太ももがすごい、もうわがままボディじゃないですか、こんなの。じゃあちょっと開けたいと思います。ちょっと、ノーマン君、ちょっと、ノーマン君、そう。ノーマン君、開けるよ。開けるよ、ノーマン君。ノーマン君見つけた。はい、ノーマン君こちらでございます。え、普通に可愛くないですか、これ。え、めっちゃ美少年、超可愛い。え、で、これがあ、ちょっと、え、エチ太郎、え、ちょっと、太ももの隙間、え、これ何？挟まっていいっていうことで、お間違いないでしょうか、これ。え？で、座らせるとこんな感じです。かわいい。この靴までね、ちゃんと再現されてて、かわいいんですよね。ノーマンくん、こんにちは。おじさんです。一緒に遊ぼう？あ、いいの？じゃあ、なんか足触るね。あ、すごい。ねえ、なんか精密な太ももで、ご健在。ほんとノーマン君マジで出来いい。だってこれ太ももがさ、なんかスーパーソニコ以来じゃない、これ。いや、見てください、この生めかしい足、ほんとにわがままボディ極めましたみたいな。ほんとノーマン君すごい育ったねー。ね、あとでちょっとおじさんとね、なんか算数ドリルしちゃおう。あ、やばい、もうノーマン君でこんなやられたのに、もうレイ君どうなるんだろう、ちょっと。はい、じゃあ次、レイ君開けたいと思います。レイ君はね、こんな感じですよ。もう足組んで、何この生めかしい足をさ、披露してて、これちょっとおじさん許せないですね。じゃあ開けていきたいと思います。ああ、ちょっとレイ君はノーマン君よりもちょっと柔らかいんだね。ああ、でも、裏は、硬い。ちょっと、レイ君、逃がさないからね。ああ、でしたね。はい、レイくん、こんな感じでございます。ちょっとね、椅子に座る前提のポーズなんで、このままだとちょっとなんか変なポーズなんですけども、こんな感じでございます。かわいいのですが、ちょっとね、この生意気っぽい感じが出てていいっすね。あ、お尻ですか？わかりました。こんな感じ。おー、これはちょっと、シュモカリシ状況。マジ、令和に生まれてよかったーって思っております。はい、椅子に座らせるとこんな感じですわ。いい、なんか座ると様になりますね。いい、これ
レイ君ね、作中だとちょっとツンデレっていうんですかね、なんかちょっと少年っぽい感じがあって、ほんとおじさん心くすぐられた、ほんとプレミアムおじさんになっちゃうって感じなんですね。いや、レイ君さ、普段計算とかしてるから肩とか凝ってるんじゃない？あ、レイ君肩凝ってるよ、これ全身マッサージ必要な案件じゃない？いや、ちょっとね、僕レイ君ペロペロ、なんていうんですか、やりたい、すごいレイ君と絡みたいんですよ、いろんな、はい、うん、はい、で3人並べるとこんな感じ。いや、これはこれで雰囲気が出てめっちゃいいですね。あー、もうここに挟まってすごい おじさん活動したい、おじ活したい、なんかパパーということでね、無事ノーマンクとレイ君ペロペロ計画、なんかこの後ね、無事できそうなので、なんかこれはちょっと秘密ということで、まあ、ということで今日はノーマンクとレイ君のフィニア開けたんですけれども、フィニアね、まあ見るのはもちろんね、味も楽しめる可能性も否定できないので、ちょっとそこら辺もね、やっぱりね、ペロペロとかする可能性をやっぱ否定できない状況によ、俺夜、まあ無事エイジ君に来たということでね、今後もね一緒に生活できるので、たくさんねフィニアを使う、なんかね、多目的に活用していきたいと思います。いや、約束のネバーロード、ほんとね、こんなおじさんになっちゃうぐらい楽しいので、ぜひ皆さんも読んでおじさんになってみていかがでしょうか。いや、エイジさん、こんな小さい男の子のフィニアペロペロしてどうなんですかって言うと思うんですけど、いや、このコミック読んだらしょうがない、もう集英社側に問題があるからね。いや、ほんとなんか僕になんか文句言われても、だって読んだらさ、おじさんになるんだもん、ほんと。ということで、ね、コミックもすでに読んだって方はもちろんね、まだ読んでない方もぜひチェックしてみてください。はい、ということで、この中にもオタク系の動画上げてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてよかったらグッドボタンとチャンネルのご登録よろしくお願いします。じゃあレイ君、ノーマー君、一緒にまたねー。挟まれた。